おむすびチャンネル。さあ、ということで、ささみママの突撃マジシャンにインタビューコーナー。やったー。やってきました。何回目だっけ？5回目？4回目？4回目か。4回目。4回目。どっから数えてる？ちょっと数字が分かんなくなってきましたけれども。老化現象。今日の老化現象。ね、一番年なのにね。ねえ、42歳ですね。今日のゲストはですね、私もずっと一緒にバンド活動しておりました、はい、シンガーのおゲストでございます。はい、ではおゲスト1、お名前からお願いしましょう。はい。顔がすごい。どっちも。どっちもどっちも。どっちもかな。どっちもかな。はい、名前ですが、はい、大黒ひかるです。どうしたんですか、その声は一体何？はい、大黒ひかるです。どういうこと？どういうこと？なんか今キレ売りしようとした？いいじゃないの、見逃してあげてよ。今更。今更ですか？まあまあまあ、もうちょっとでね。まあちょっと深掘りね。そうそうそう。はい、光黒に光っていう意味ですよね。違う、光る。光じゃないから。名前間違えないで。名前が分からなくなっちゃった、今の。老化現象、老化現象。老化現象でございます。大黒ひかるさんね。大黒ひかるさん。はい。はい、それでは質問その2、パート名はどこかな、どこかな、どこかな、ボーカルです。え、すごいつまんなかった。他に何かある、これ。なんか面白く言えない。全然言えない。え、どうして。だって何言ったってすごいさ、変な声とのね、関係が。でもね、元バンドメンバーみんなね、そういう感じだった。ちょっと、あの伝説のバンドですな。やめよ、リリーベイビーとか言っちゃった。言っちゃったけど、ねえ、本当にね、結構みんな真面目だったからね、そのバンドね。一緒にバンドしてたんだよね。一緒にね。そうそう、9人もいたんだよね。最大もっといたんだよ。11くらいまで最後行きました、ね、誰を忘れてるんだろう。11くらい途中に消えた人もいましたけど、ホーローの旅してみる。ホーローの旅にね、ね、はい、ホーローキッチンって感じでね。はい、ということで何を聞いたんだっけ今。パートね。パートです。ボーカルです。ボーカルね。では次いきます。3、音楽を始めたきっかけは。だろう、きっかけはというと、両親の影響が多いです、うん、私は。私は、そうで、うちの父親も趣味でシンガーソングライターやってたんですよ、うん、そうで、ギター弾きながら自分で CD 作ったりとか、お好み焼き作ったりとか。それその時まだお好み焼きまだ酒屋だけだった。酒屋オンリーだった。そうで、母親とこの父親も大学時代に一緒にバンドやってたりとかしつつの、うん、で私がママのお腹の中にいる時に、うんうん、まあ父がね、こっちなんかいちいち手でさ、気にしないで、お腹の中にね。どうぞどうぞどうぞ、ひかる様。はい、いいわよ。はい、で、父が私がお腹の中にいるときに、父が私のお腹の中に、父のお腹の中にいたの。私がいい世界だな。待て待て、お母さんのお腹の中にいるときにお父さんが、そうそうそう、ってことね。あの曲を書いてくれたんですよ、私。へぇ、そうそう、おしゃれが、おしゃれ。適当か、ツッコミ。適当か。赤ちゃんに向けた曲。そうそう、お腹の中に私に向けた曲を書いてくれて、それが、生まれてから、この世に私がドーンって生まれてから、ね、ドーンって生まれたからね。生まれてから、そう進まないから。これ何、すごい面白い話なんだよね、これ。進めます。まあ、生まれてから、初めて聞いたのに歌えたんですよ。すごい、歌詞は分かんないけど、メロディーライン知ってて、うん、ママにこれ何の曲って聞いたら、うん、パパがおな、ヒカルがね、お腹の中にいる時にちょっとごめん、またぐちゃぐちゃになっちゃった。パパがお腹の中にね。いないわ、いないいない。いいな、リネテンションね。そう、私がお腹の中にいる時に、うんうん、パパが書いてくれた曲だよって言われて、すごい、なんかそう、あ、面白いなと思って、それが結構音楽に興味を持つきっかけでした。曲名とかあるんですか。ね、君がくれた心っていう、すごいね、我が父ながらね、ソングライティングのセンスがあって、一緒に一昨年かな、ステージで歌う機会もあって、父の曲にコーラス入れて、すごい、すごい、そ
いい話になっちゃった。いいじゃん別に。あのご両親はね、あの横須賀の方で、あの中村酒店というね、お好み焼き屋さんをやってらっしゃるので、旧姓ね。そう、旧姓ね。旧姓中村です。はいはい、よろしくお願いいたします。ちょっと入れておきます。ありがとうございます。はい、で私たちも一緒に行きましたので。それがじゃあ音楽を始めたきっかけと。じゃあ結構ちっちゃい頃からね。そうですね。もうやっぱり、うんうん。そうなんです。はい。それでは次行きたいと思います。はい。よーん。音楽以外の趣味は何だろう。これね、なんだろう、変顔かな。いやいやよくやってるよね。いやそのまんまだろう。あ、やだ、うん、そんなことないよね。美人だよ。怖いね。ポリ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 。音楽以外、まあ趣味とかね、好きなこととか何でも、うん、まあね、まあ、怖いから。怖い漫画読むのは好きです。意外。例えば好きなのね、東京グールが好き。なんか最近のやつでしょ。最近のやつ、ちょっと前よ、クーになったね。あ、そうそう、食べる、食種って書いてある。人間食べちゃう。そうそうそう、ね、そう、あれは超大好き。怖いよ。大好き。そうなんだ。そうなの、大好き。怖い、ホラー系なの。ホラーじゃない、なんかね、あのアクション系。アクション系なの。ヤングジャンプなので、なんかバトルアクション系なんですけど、東京グルは好きです。でもあとね、音楽以外にこれといって趣味がないんですよね。またしても。またしても。そういう方多いですよね、でもね。でも、強いて言うなら洋服が好きだと、ファッションは好きです。そうよね、髪型とかすごい変わるもんね。確かにすごい変わるね。すごい変わる。確かに。この間まで超ロングだったからね。え、うん、髪型コロコロ変わる。なんかファッションとかカラーコーディネートは今興味があるんですけど、好きなブランドは、まあ、ザラ一択ですね、私は。あ、一緒だ。あれ、気が合うんじゃない？ ZARA やっぱオカマ同士でね。オカマじゃないよ、オカマじゃないよ。マネーシンガーの方でしょ。女です。あ、そうですか。女性ボーカルです。なんかちょっとおかしいなと思って。その発言がおかしい。そうですか、はい、失礼いたしました。はい、それでは最後 GO!ササミエにモノモンス。これはすごい。これはシャトルでもいいんだよ。あ、どっちでもいいんです。2人でもいいよ。いや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 、これはね、バシッときましょう。ササミエにモノモンスでしょ。バシッときましょう。多分考えたんだけど、なんか、そうね、なんか幸せになれよしか思わなかった。やだ、何それ。いい話に。幸せになれよしか思わなかった。どういうこと。そういうこと。やだ、なんか、幸せになって、幸せだよね。超幸せ。なんで言っちゃったの、ね、超幸せ。何それ。お願いします、ね。まあ、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、ちょっとあの付き合い始めの頃からね、見てくれてるからね。うん、初期であった気が確かに。初期であったね、うん。そうですね、そうでございます。どう、遠藤さんの印象は。うわ、なるほど。でも優しそうな人だから、うん、なんか長く続くだろうなっていう匂いはしてました。玉ねぎ臭くないですか。やめてください。匂いが伝わらないからね。じゃあ分かった。じゃあさ、だってほら社長とも長い付き合いじゃない。実はね、そうそう、あのささみより、うん、そう前にね、そう知り合ってる。10年以上とか。そうそうそう、11年前とかだから、渚、ね、社長に物申してみて。これは少ないよ、うん、ちょっと待って、渚でしょ。渚でしょ。なんか多分さ、なんか年取ってもだからずっと変わんなそうだ。丸くなることはない。丸くなることはない。丸くはなってるけどね。フォルムはね。フォルムはね。知れ言っちゃったり。あ、でもやっぱ若い頃よりは丸くなったじゃないですか。丸くなった。メンタルも。意外とね、優しい人だからきつそうに見えて。あ、やだ。なんで嫌なの。あげちゃうじゃん、社長のこと。まあ、下げられても困っちゃうけど、まあ、ね。そう、きつそうに見えて優しい人だから。うん、それ本当そうなんですよ。なんなの。この1年この会社入ってすっごい。この会社。弊社に入って。弊社に入ってね。そうそう。あ、今社員さん。今社員でござる。あ、社員でござ、社員さん。社員でございますよ。はい。ね、なるほどね。まあだから。そうそう、社員がゲイのカップルしかいない。そうなの。別に 100% 謎の会社です。そう。ちなみに私の婚姻届を書いてくれた証人にね、ささみ書いてくれたんですけど。あ、そうなんだ。そう、ささみ以外にもあれ2人ね、書かなきゃいけないけど、もう1人もゲイでした。すごい。じゃあゲイに見ます。ちなみにあの、私の婚姻届は、うん、その時もお店やってて、はいはいはい、その日に出演してた、持ってた時に出演してたミュージシャン2人だった。その場で書いといてみたいな。その場でライトなんですね。そうそうそう、ライト兄弟って感じでね。もう飛行機じゃあそんな感じで、あまり物申した感じはないですけどもね。ありがとうございます。ね、あ、そうですか、はい、ということで、うん、じゃあ今後ともね、ぜひよろしくお願いします。真面目です。はい、今日の、おゲストは大きくて黒くて光ってる大黒光さんでした。ありがとうございます。